第53回プライムタイムエミー賞は2001年のテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで2000年6月1日から2001年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は当初2001年9月16日に予定されていたがアメリカ同時多発テロ事件の影響で延期され 11月4日、カリフォルニア州ロサンゼルスにあるシューベルト劇場で行われた。司会はエレン・デジェネレスが務め、アメリカでは CBS が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月8日に発表されていた。主要部門の最多ノミネートは、ザ・ソプラの在宗のマフィアの15部門で、ザ・ホワイトハウスが12部門。 マルコム・イン・ザ・ミドルが8部門と続いた。主要部門の最多受賞は、ザ・ホワイトハウスの4部門で、ザ・ソプラの在宗のマフィアが3部門と続いた。ザ・ホワイトハウスは2年連続で、ドラマ部門作品賞を獲得した。エリック・マコーマックコメディシリーズ主演団優勝、パトリシア・ヒートンコメディシリーズ主演女優賞、ジェームズ・ガンドル・フィーニドラマシリーズ主演団優勝。 リーディ・ファルコドラマシリーズ主演女優賞、ピーター・マク・ニコルコメディシリーズ助演男優賞、ドリス・ロバーツコメディシリーズ助演女優賞、ブラッドリー・ウィットフォードドラマシリーズ助演男優賞アリソン・ジャネードラマシリーズ助演女優賞受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、各個は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。 数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。ありがとうございます。